アーサー・スカーギルは、イギリスの労働運動家、政治活動家、全国単行労働組合委員長を経て、現在は、社会主義労働党党首。単行労組委員長在任中の1984年から、翌年にかけて、単行労働者ストライキを主導したことでも知られる。ヨークシャー州、バーンズレー生まれ、父のハロルドは、イギリス共産党に所属していた、単行労働者で、 母のアリスはコックであった。スカーギルは一人っ子のため両親に溺愛されて育った。中学卒業後の1953年に炭鉱労働者となる。1955年から1962年まで青年共産同盟を経て、1962年に労働党へ入党。炭鉱労働者数と1973年から1981年まで、 全国炭鉱労働組合オークシャー支部長を務めるが、この間誠実で勤勉な働きぶりと労働者の福利構成に熱意を傾けていたことから、左派の間では一役名の知られる存在となる。1973年には炭鉱労働者のストライキで主導的な役割を果たし、これが元で翌年3月に時のエドワード・ヒース政権が崩壊する。 組合の一層の民主化を掲げて挑んだ1981年の単当委員長選挙にて70%の得票率を得て当選を果たす。炭鉱産業とこれに依存する共同体の将来を売れる立場からサッチャー率いる保守党政権の政治姿勢には終始対決した。1984年から翌年にかけてスカーギルが先導した炭鉱労働者ストライキは 組合の分裂などが響き、労働者側の乾杯に終わる。ストの後、圧倒的多数の支持を受け全国、単行労働組合の終身委員長に選出される。なお、この選挙は、スカーギル以外の候補に、十分な準備期間を与えられず、議論の余地のあるものであったとされる。2002年7月末、委員長職をイアン・レイベリーに譲り自らは名誉議長の座につく。 1996年1月13日、労働党が、公領から、産業の国有化条項を削除したのを機に、社会主義労働党を結成。塚あギル自身1997年と2001年の各総選挙に出馬するも落選する。また、2009年欧州議会議員選挙では、社会主義労働党の筆頭候補となる。委員長辞任後はヨシフ、スターリンを後押しするなど、 政治的発言が目立つ。一方でポーランドの連帯を社会主義の堕落として長らく批判してきた。ありがとうございます。